今日は彼が作ったお手製の焼き鳥とビールのビール、お酒の飲み比べをやります。まずはこれから、これはハニーラガー、台湾のビールみたいですね。です。飲みやすそうなので買ってみました。まず1本目です。はい、はい、キンキンに冷えてやがるよグラスが。いい感じじゃないですか。いい感じです。もう飲みたくてうずうずしてたんです。では乾杯。乾杯。あ、蜂蜜の味する。ほんとだ、ね、日本のビールとはなんか全然違うね。甘い。え、おいしい。ほんと蜂蜜の風味って感じ。どうですか。おいしいです。おいしい、いただきました。おいしいです。これは豚バラでキムチを包んだやつですらしいです。これは豚バラとネギ、小ネギを包んだネギ焼き。食べますね。いただきましょう。あ、うまい。待って、涙が出そう。美味しくて。いただきます。え、これハマっちゃいそうになった。うまこれうま。喧嘩になるやつ、うん、これすごいラベルがおしゃれですね。もう一種類やったりして。もう一種類も飲んでみたいね。ね。では第2弾、桜ビールです。これ前回の動画でも紹介しました。紹介したやつ。これは美味しいです。これ美味しい。でも蜂蜜飲んだ後だと結構苦く感じそうじゃない。あ、確かに。なんていうの、こういう色のビール。琥珀色じゃない。ね、なんか普通のビールとはちょっとこれも違う感じがするね。うん、では2杯目いただきます。うん、琥珀。私こっちの方が好きかも。嘘。ほんと苦味があんまない気がする。こっちの方が好きっていうかと思った。これの紹介に蜂蜜の後の苦味がどのごろって書いてあったから、あ、やっぱ若干、うん、苦かった。苦かった。ラベルがすごい古風で可愛い。なんかビールっぽくない気がする。何っぽいですか。え、なんだろう、なんかクラフトビールみたいな。あ、なんかフルーツ系のなんかさ、さっぱりしたビールっぽい味しない。飲めない人からするとわかるんだよ、そういうの。今ビール何でも飲めちゃう。なんかくっついちゃってるけど。うん、そうだ。辛子即席シューマイが出てきました。でも崎陽軒だよ。崎陽軒美味しそう。おっぱらいだよ。一個残ってんだけど。なんで一個だけ残すなよ。これのためにチンしなきゃいけない。あとでチンチンも食べたいもん。困っちゃう人。次のお酒はこちら。じゃん。じゃん。琉球レモンサワーです。おお。沖縄のレモンサワー。沖縄県産です。おお。これはちょっとビールとは離れますが。ヤンバルさんですよ。ヤンバルさんですね。ヤンバルっていう場所なの。なんだっけ、ヤンバルクイナとかいるよね、鳥。そうなの。絶滅しそうな鳥。いつも以上にハイスピードで飲んでます。すごい、あのレモンの香りがすごい、開けた瞬間から。嘘。あ、ね、これ絶対美味しいよ。うん、いただきます。いただきます。うん、なんかレモンすごいね。レモン強いね。なんかあれだね、めちゃめちゃ果汁、うん、8% だった。なんかすごいさ、レモンを感じるんだけど、うん、なんか
居酒屋で出されるレモンサワーとは違うね。ね。あとヤンバルさんのだけあるね。わかんないけど。わかんないけど。4杯目です。はい。だいぶ酔っ払ってます、私。はい。行きましょう、次。氷結ストロング。ピーチ&マンゴー。アルコール度数 9% です。はい。これは氷結の季節限定とかですか？ではないみたいですね。じゃあ単純な氷結ですね。そうです。ああ。もう手元が。ああ。手元が。笑ってるよ。もうマジです。うわ、待ってこれ強い。そう。これ強い。9% 感じる？一番強く感じるよ。はい。おそらく5本目です。今日はおそらく最後になるであろう。旅する氷結。アップルオレンジサングリアを飲みます。飲みます。乾杯乾杯してるけど一人で。あ、うまい。グレープアイスみたいな味する。アップルとオレンジ最高の組み合わせ、うん、美味しい。これなんか美味しい。サングリア感ない、うん、あ、大丈夫。ビールは飲みきれないため明日へ続きます。はい、ごちそうさまでした。今日はごちそうさまでした。美味しいご飯作ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は飲み比べ企画第2弾です。第2夜です。これは彼が札幌出張で買ってきてくれた北海道ビールです。グラスがキンキンのうちに注いじゃいましょう。それではでは乾杯。うん、どう？苦い。うそ。でもなんか不思議な味がする。変わってるよね、なんかこの、うん、なんかすごいハリーポッターのスリザリンっぽい感じ、うん、ピリカワッカ、アイヌ語で綺麗な水という意味ですって。ちなみに今日のおつまみを紹介します。こちらホタルイカのアヒージョです。こちらホタルイカのオリーブオイルと柚子胡椒和えです。そしてなんとメインでーん、おー、ジンギスカンです。今日はそうか、これも札幌出張のお土産です。お土産です。では早速いただきます。どうぞ。ねえ、マッチョ、おいしいね、これ。うまっ。うまっ。激うまじゃん、これ。うめえ、これ。わっ。あ、いい感じ。マッチ、マッチ、マッチ。おいしそう。おいしそう。うまい。ちなみに、昨日は中目黒で、もラムを食べました。で、昨日入ったお店のアヒージョにハマって作りました。その動画は中目黒のこちらの花見の動画に出てます。よかったら見てください。2本目、札幌クラシックです。これは札幌限定、北海道限定か、うん、定番ですね。では乾杯。うん、ああ、普通だと飲みやすいな。全然味が違う。うん、でも辛口だよね。うん、辛口なのかな、うん。パッケージで惹かれますね、これは。うん、美味しそう。札幌クラシック。まあ、確かにこっちは苦そうな見た目してる。スリザリンと何かレイブンクローみたいな。第2弾作ります。作ります。
3本目スコットランドのビール、ビールとりあえず飲んでみます。ほらビールだよ、ビールじゃないほら透明、これビールじゃないですね。まだ入ってる、うん、うまい、これん、なんかさ、うん、炭酸水みたいね、うん、香りがついてる水って感じホワイトピーチ&マンゴー、ちょっと期待外れだったんですけど、なんかね、炭酸水って感じ、炭酸水って感じ、あのゼロカロリー、うん、わかる、うん、ヘルシーそう、めちゃめちゃ、うん、甘さはないです、うん、多分ゼロシュガーだから、うん、そうだ、ダイエット用です。ダイエット、ロリンチョでした、うん、美味しかったから一瞬で終わったね、うん、今日は飲み比べ第3弾です。今日はカルディでこのようなベルギー産のビールがあったので飲んでみます。まずはじゃあ先に一杯、一杯、お疲れ様です。なんかちょっと甘い、嘘、ユーロホップ、うーん、色はこんな感じです。なんか気持ち甘い感じがします。苦くない、マグロの山かけ、うまい、うん、そう、こんな感じでぶつ切りマグロと山かけを合わせて、なるほど、マグロの山かけを作りました。なんか手をかゆくしてまですったかやったって感じ。ほんとだ、なんか甘い、みんな美味しい、100円入ってる、うん、めちゃくちゃ安い、そう、なんとこれ100円でした、ね、そして今回スーパーでホッキ貝をすごく安く手に入れれたのでグリルで焼いてみました。めちゃくちゃでかい、うまい、うまい、うまい、海とかで食べたらさ高いよね、ね、こちら山芋焼きを挑戦したんですが山芋の量が多すぎて失敗しました。味は山芋なんですね、またチャレンジします、うん、2本目はこちらもカルディで購入したレモンサワーです。シチリアンレモンサワー、うん、これでもよく SNS で紹介してくる、そうなの、うん、美味しそう、乾杯、うん、あ、うまい、あ、美味しい、なんかこれさ、家にこれのさ、アルコール入ってないやつが、カルピスみたいな、原液。カルディで買った、うん、それを、お酒にしてるってこと？いつでも飲める。これを、これを多分、焼酎で割って、炭酸水って。あ、本当だ。そうだ、同じだよね、うん、全く一緒だね。でもお酒で買うと165円、そんぐらい、3杯もらうのカルディの裏側手羽先を焼きました。では、食べてみて、熱そう、熱い、絶対これは熱そう触ってるやん、いやでも熱そうだよ、かじりついたら熱そうだよ、あ、いらっしゃいか、うん、あっちぃでしょ、よくも出るやん、あっちぃ、あっちぃここを取るまでが大変だ、ほら見てこんな湯気、うわ、おいしそうだね、お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 、うまっ、うまっ、すごい湯気が、ここまで浮かぬ、うん、ちょっと頑張る、いくよ、うん、いくよ、うん、なんで、なんで
先っぽの軟骨食べた。マイベーカーチューズみたいな。うん、やばい。うまい。はい、いつもよく作る焼き鳥もおつまみです。イエーイ。調味料ってさ、なんか賞味期限1年とかさ、2年とかさ、あるけどさ、絶対にさ、切れるよね。切れる。何なんだろうね、これ。あと1年あるから余裕じゃん、みたいなさ。でもさ、やっぱ使わない、出番の少ない調味料買うとさ、1年でも無理だよ。うん。1ヶ月に、2回とか。私の中で調味料は半年ぐらい切っても大丈夫って言ってそう、調味料ってなんか平気なの。うん、うまい。うん、はい、これでいろんなお酒を飲んできましたが、どうでしたか。どれが一番美味しかった。どれが一番美味しかったかね。意外と海外ビールが難しかった。選ぶの。美味しかった、どれも。なんか苦いのあったから。やっぱ日本のビールが一番美味しかったって感じ。そうだね。ね、やっぱスーパードライが一番美味しいね。いや氷結が一番美味しい。じゃあまたなんか珍しいお酒あった時は、ね、うん、飲もう飲もう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。